ベラルーシ反政権派指導者、ロシアとの決別呼びかけ。いずれにしても一党独裁を認める国民は少数の人で、大多数の人は民主主義を望んでいる。今のウクライナを見ればわかります。今にロシアの周辺の国でもロシアを含めて民主主義になりますよ。ベラルーシも本来まともな選挙結果を集計したらルカシェンコが勝ったなんてことはないでしょう。ダブルスコアで民主派候補が勝っていたんだと思いますよ。全体主義国家の怖いところは軍隊や警察の力をバックに多数派の意見は封じ込められ、多数派であることすらなかったものにされること。ミャンマーや中国がいい例ですよ。ベラルーシもバルト三国のように裕福な国になろうと思ったら、まずロシアと決別するしかないでしょう。オレンジ革命のような動きをするしかないと思いますよ。何万人かの犠牲の上にしかルカシェンコを追い出すことは難しいでしょう。でもそうするべきだし、ベラルーシの将来のためだと思いますよ。リトアニアに亡命しているベラルーシの反政権派指導者、スベトラーナ・チハノフスカヤ氏は22日、ロシアのウクライナ侵攻を支持するアレクサンドル・ルカシェンコ大統領を非難し、ロシアとの関係を断つよう祖国に訴えた。訪米中のチハノフカヤ氏は連邦議会議事堂で記者会見し、ベラルーシの内政へのロシアの干渉に反撃する時が来た。ロシアは非合法政権を支持し、我が国を植民地扱いしていると批判。侵略国ロシアの軍隊は我が国の領土や領空、インフラを自由に使ってウクライナを攻撃し脅かしている。ロシア軍はベラルーシから完全に撤退すべきであり、我が国は戦争への関与をやめなければならないと主張した。ベラルーシ国民には侵略国との密接な関係を断つよう呼びかけた。またいずれは1999年にロシアと結んだ連合国家創設条約を破棄し、軍事同盟を終了させることになるだろうと強調した。ベラルーシでは2020年の大統領選で強権的な親ロシア派のルカシェンコ氏が6期目の勝利を宣言。対立候補だったチハノフスカヤ氏も勝利を主張し、ルカシェンコ氏に対する大規模な抗議デモが広がった。チハノフスカヤ氏は抗議運動を率いたとして今月欠席裁判で禁錮15年を言い渡された。いずれにしても一党独裁を認める国民は少数の人で、大多数の人は民主主義を望んでいる。今のウクライナを見ればわかります。今にロシアの周辺の国でもロシア含めて民主主義になりますよ。ロシア、ウクライナ各地に攻撃。ゼレンスキー氏、東部激戦地訪問。ウクライナ北部キーウ州当局は22日、同日未明にイラン製の自爆ドローン、無人機を使ったロシア軍の攻撃があり、学生寮などに着弾したと発表した。この攻撃で民間人8人が死亡、7人が負傷した。同日夜時点でなお4人が瓦礫の下にいる可能性があるという。同日午後には南部ザボロジエ州の集合住宅にもロ軍のミサイルが着弾。住民1人が死亡し、30人以上が負傷した。ウクライナメディアが伝えた。首都キーウ市当局は、同市周辺でも22日未明にドローンが発見されたが、撃墜したとした。岸田文雄首相は21日夜、ゼレンスキー大統領との首脳会談などを終え、キーウ市を列車で離れたばかりだった。ゼレンスキー氏は22日のビデオ声明で、一連の攻撃をテロだと指談。国際刑事裁判所 ICC がプーチンロシア大統領に逮捕状を出したことを念頭に、世界中の人々はロシアが負けることを知っている。ロシアの殺人者たちは自身に逮捕状が出されることを理解すべきだと述べた。ゼレンスキー氏は22日、前線である東部ドネツク州バフムト周辺のウクライナ軍拠点を訪問し、兵士らを激励したほか、東部ハリコフ州も視察した。ウクライナ軍参謀本部は同日、バフムト市内の南部と北部で激戦が続いていると発表した。英国防省は22日、バフムト市内での戦闘で、ウクライナ軍が局所的な反撃に成功しているほか、ロ軍の攻勢が低下していると見られるとの分析を明らかにした。
民間人を標的とした攻撃は極悪で戦争犯罪、許しがたい。ロシアの特別軍事作戦とは民間人虐殺強盗を示すらしい。これのどこが解放、非ナチ化なのか。武力略奪した土地も破壊だけが残り、笑顔などない。単なる国家殺人強盗でしかない。許されざる行いだ。世界中で協力し、一刻も早くウクライナの領土奪還、保全がなされ、平和が戻ることを願ってやまない。プーチン氏、劣化ウラン弾に対応、ウクライナ供与 A は反論。欧米、ウクライナは基本的にロシア国内の一般市民を攻撃しない。ロシアは劣化ウラン弾を実戦配備しているので、今までに劣化ウラン弾をどれだけ大量にウクライナに使用したか確認するべきだと思う。プーチン、ロシアやワグネル等がウクライナでそれを使っておきながら、ロシアが弾薬を使い果たした現在の時点で自国には使うなというのであれば、非常に妙な理屈になるのではないだろうか。ロシアのプーチン大統領が21日、英国が劣化ウラン弾をウクライナに供与する計画があるとして、対応せざるを得ないと警告し、物議を醸している。核を成分とする兵器を西側諸国が使い始めていると主張。22日の A メディアによると、A 国防省は、プーチン氏は核兵器と同じではないと知りながら、故意に偽情報を広めたと反論した。英国では最近、ウクライナ向けの主力戦車、チャレンジャー2用の弾薬に劣化ウランが含まれていることが明らかになった。劣化ウランは比重が大きく、弾薬に用いれば高い貫通力を持つと言われる。英国防省は、核兵器とは関係ないと説明する一方、米軍が使用したイラクなどで健康被害が指摘された。プーチン氏はモスクワで中国の習近平国家主席と会談後、共同記者発表の場で、英国の国防担当閣外相はウクライナに戦車だけでなく劣化ウラン弾も供与すると明らかにしていると発言。それが現実となった場合、ロシアは然るべき対応を取らざるを得なくなると述べた。具体的な対抗措置には触れなかったが、プーチン氏は劣化ウラン弾を核兵器とあえて同一視してマイナスのイメージを強調し、ウクライナに対する主力戦車の供与計画を妨害する狙いとみられる。またこれまでと同様、ウクライナ侵攻に絡んで核兵器使用の可能性を示唆し、対立する西側諸国を牽制する思惑もありそうだ。前々から言われています。反論の中身から供与するのですね。コソボと同じ悲劇が NATO によって再現されるのです。イラクでも使われているので、反欧米が世界中で起こるのは間違いありません。認めれば欧米は世界中で使用するでしょうから。英国民は愚かな政府の行為にいつまで従うのか。そもそも英国はノブリス・オブリジェの国ではなかったのか。すべからく西側支配層は、自らは先頭に立つことなく、ウクライナ人に戦わせて自分は安全なところで儲けているぞ。どうなっているんだ。劣化ウラン弾は核兵器だと思うけどな。使用されていないならウクライナからの今後の輸入は放射能検査が必要だと思う。湾岸で劣化ウラン弾の後遺症が味方の兵士を戦後苦しめたけど、タングステン弾を使って戦えないものかね。